大失恋は、清水ちなみ原作の小説、及びこれを原作にした映画。1995年1月21日、東映系公開。本編103分。ある遊園地を舞台に8つの失恋に関する物語が同時進行するという、一風変わったオムニバス構成のドラマになっている。そのため、 ある物語の主人公が別の物語の主人公と、それぞれの物語に、接点のない場所で絡むシーンが存在する。例として、下記のようなものが挙げられる。誘拐犯と人質の話で登場する、森克行と、今日のことみが、ダブルデートの話で登場する、菅野美穂と、宝生舞がアルバイトする、ハンバーガーショップへ入店して、商品を注文する。 ナンパの話で登場する中谷美紀が遊園地のパレードのブラスバンドとぶつかって転倒し、不倫とお見合いの話で登場する山口智子が演じる遊園地の係員に解放される。結婚詐欺師の話で登場する野村博信と鈴木京香が占い師の話で登場する山崎直子が演じる女性が働くホテルへ結婚式の予約をしに来る。また、 遊園地自体が女性の意志を持っているようなナレーションや恋愛を強く意識させるためか時間の進行もクリスマスイブから始まり翌年のバレンタインデーへ向かって進んでいくという演出が施されているのも特徴的である。本作では主に12月のある金曜日、次の日曜日、1月のある日曜日、2月のある日曜日、2月,日日2月14日の様子が描かれている。 フリント、お見合い、ダブルデート、結婚詐欺師、ナンパ、誘拐犯と人質、占い師、ゲームに恋して、観覧車の女、神戸六甲アイランド青屋、横浜八景島シーパラダイス、後楽園遊園地。2003年3月、東映ビデオより DVD が発売された。4725円。ありがとうございます。